予算1人1万円交通費込みの縛りありで川越を着物デートするのって果たして可能なのかってことで1万円握りしめて検証してきたから聞いて、どうも旅に生きるただのアラサー夫婦です。電車代グルメとかがセットになった川越レトロトリップ切符を買って東武東上線池袋駅から川越にまずはレンタル着物屋さんに行ったんだけど、淡い色の着物がたくさんあって一生悩めるのよ。カップル割があるから1人4500円、着替えたら切符についてるご飯券を使って SNS で大人気のハンバーガーを食べて、ワクワクでね、着物で絶対行ってほしいのが川越氷川神社でタイのおみくじが釣れるの、めっちゃ可愛くない？あとね、切符にはスイーツとかお土産とかが選べるお楽しみ券がついてるんだけど、切符でなんかスイーツ食べる？いや、ビールにする。いや、我ら夫婦はビールが血液なもんで量り売りビールがもらえるお店というわけで、検証結果1人7300円で着物デートできるから余ったお金で食べ歩きまでできちゃうでした。